一般送配電事業者は、日本の電気事業法に定められた、電気事業者の類型の一つで、経済産業大臣から、一般送配電事業を営む許可を受けたものを言う。発電所で発生した電気を、需要化が電気を使用する地点まで、送電線、配電線などで送り届けることが、主な事業である。日本全土は10の供給区域に分割されており、 供給区域ごとに一事業者が存在する。発電所で発生した電気は、送電線、変電所、配電線を経て伝送され、需要化に供給される。電気の伝送に必要な設備を維持、運用し、供給区域内に電気を送り届ける事業を、日本の電気事業法では、2016年4月以降、一般送配電事業と称する。10社が許可を受けて、各供給区域で、 独占的に一般送配電事業を営む。小売電気事業者は発電所で発生した電気を小売電気事業者の顧客に送り届けることを一般送配電事業者に委託する。一般送配電事業者の主な顧客はこの小売電気事業者であり、宅送供給の対価として受け取る宅送料金が一般送配電事業者の主な収入源である。 自由化された発電と小売りの分野では多数の事業者が競争関係にある。地域独占の一般送配電事業者は中立の立場で全ての発電事業者、小売電気事業者に対して公平に送配電サービスを提供する必要がある。このため一般送配電事業者が発電事業、小売電気事業を経営することは原則禁止されている。 規模の小さい沖縄電力のみは法的分離を免除されており発電事業、小売電気事業を兼営している。電気事業法で一般送配電事業は自らが維持し及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において多送供給及び電力量調整供給を行う事業と定義されている。 また、送電用及び配電用の電気工作物により、その供給区域で最終保証供給と離島供給を行うことを含むものと規定されている。発電事業は一般送配電事業に含まない。一般送配電事業を営むには経済産業大臣の許可が必要である。富士川は静岡県内では東京電力、 パワーグリッドと中部電力パワーグリッドとの供給区域の境界となっている。一般送配電事業の許可は供給区域ごとに行われる。日本全土は互いに重複しない10の供給区域に分割されている。一般送配電事業者ごとの供給区域は次の通りである。送電設備の零変電設備の零配電設備の 全一般送配電事業者は供給区域内に送電設備、変電設備、配電設備を設置し送配電網を構築する。送配電網には発電事業者の発電所、他の一般送配電事業者の送配電網、需要化の付加設備が連携する。発電所と送配電網と合わせて電力系統と称する。一般送配電事業者は 供給する電気の周波数と電圧を維持する責任を負っている。一般送配電事業者は、周波数と電圧の維持、電気の安定供給の確保、人身の安全の確保、設備の保護などを目的として、日々、電力系統を運用する。具体的には、中央給電指令所やその配下の拠点で、供給区域の気象、電力の受給、周波数、電圧、 電力潮流などを24時間体制で監視し、蒸気目的を達成するために、時々刻々の状況に応じ、設備を遠隔操作したり、発電所などに対して、特定の操作を実施する、要給電指令を発したりする。一般送配電事業者が、周波数と電圧を維持し、電気の安定供給を確保するために行う業務を、アンシラリーサービスという。これには、 周波数を維持するための周波数制御と受給バランス調整、設備の故障が広範囲の停電に波及しないように備える、潮流調整、無効電力調整機器や電圧調整機による電圧調整、広範囲の停電時に電気の供給を再開するブラックスタートが含まれる。宅装供給は振替供給と接続供給の総称である。振替供給とは、 発電所や他社の送電線が送配電網に連携する地点で電気を送配電網に受け入れると同時によそで同量の電気を送配電網から供給することである供給区域内の発電所から会社間連携点までの振り替え供給を地内振り替えといい会社間連携点から別の会社間連携点までの振り替え供給を中継振り替えという一方 接続供給とは、主に、一般の需要家に電気を供給する事業者のために、受電地点で電気を、送配電網に受け入れると同時に、よそで、需要家が必要とする量の電気を、送配電網から供給することである。需要家が使用する電力は、時々刻々変動するので、受電地点で受け入れた電気は、供給地点で必要な電気に対し、過不足があり得る。 そこで余剰分は一般送配電事業者が引き取り、不足分は一般送配電事業者が補給する。接続供給の契約者と一般送配電事業者との間でやり取りしたインバランスにかかる対価は後日生産する。その際に使用するインバランス料金は日本卸電力取引所における取引により、形成される電気の時価に基づいて算出する。 宅層供給の契約者は一般の需要家ではなく、主に小売電気事業者である。小売電気事業者は自社、または他社の発電所から調達した電気を一般の需要家に販売、供給するが、発電所と需要家とを結ぶ、送配電網は一般送配電事業者のものである。したがって、小売電気事業者は一般送配電事業者と契約し、 宅送料金を支払って、その送配電網による電気の宅送を利用する。宅送料金は、総括原価方式により、適正原価に適正利潤を加えた額に決定される。一般送配電事業者は、供給地点に電力量計を設置し、電気を計量した上で、電力量を小売電気事業者に通知するとともに、宅送料金を計算し、小売電気事業者に請求する。 小売電気事業者同士は競争関係にあるから、託送供給はすべての小売電気事業者に対して公平な条件で提供する必要がある。したがって、託送供給は経済産業大臣の認可を受けた託送供給投薬官の条件で行うのが原則である。一般送配電事業者は正当な理由なく託送供給を拒むことができない。 電力量調整供給は発電量調整供給と需要抑制量調整供給の総称である。発電事業者が電気を卸売りする場合、一定の時間内に契約で定めた電力量を供給する必要がある。これに対して発電所の出力には制御不可能な変動があり得る。そこで発電事業者は一般送配電事業者と契約して、 発電量調整供給を受ける。この契約によれば、計画地に対して発電しすぎた電気は、一般送配電事業者が引き取り、計画地に足りない電気は、一般送配電事業者が補給する。したがって、発電事業者は、発電所の出力の変動に関わらず、卸売の相手方に対して計画地の電気を供給できる。電力量調整供給の契約者と、 一般送配電事業者との間でやり取りしたインバランスにかかる対価を後日、インバランス料金により生産することは、接続供給の場合と同様である。需要化が通常使用する電力より少ない電力しか消費しなかった場合、それにより浮いた電力は他人に使わせることができる。そのような電力をまとめて卸売する業者を、ネガワット事業者といい、ネガワット事業者もまた、 発電量調整供給と同様のサービスを必要とする。これを需要抑制量調整供給という。発電事業者、ネガワット事業者同士は競争関係にあるから、電力量調整供給は、すべての発電事業者、ネガワット事業者に対して公平な条件で提供する、必要がある。したがって、電力量調整供給は、経済産業大臣の認可を受けた。 宅層供給投約間の条件で行うのが原則である。一般送配電事業者は正当な理由なく電力量調整供給を拒むことができない。最終保証供給は供給区域内の需要化に対する電気の供給であって離島以外の需要化に対して電気の供給を保証するためものである。電気の小売は自由化されているため小売電気事業者には 契約の自由があり、また、撤退、倒産の可能性がある。このため、需要家がいずれの小売電気事業者からも電気の供給を受けることができない場合が想定しうる。その場合、需要家は一般送配電事業者から最終保証供給として電気の供給を受けることができる。一般送配電事業者は正当な理由なく最終保証供給を拒むことができない。 2020年時点では最終保証供給は高圧、特別高圧に限って提供されている。離島供給は本土の総配電網と連携していない離島の需要化に対する電気の供給である。電気料金は本土並みに設定される。電力需要の小さい離島では需要の大きい本土並みの低コストで発電することが困難である。このため、 本土から電気の供給を受けることができない離島における電気の供給コストを離島の電気料金に反映すると離島の電気料金が高額になりすぎ離島の生活や産業を圧迫しかねないそこで電気事業法ではユニバーサルサービスの考えのもと供給区域内に離島がある一般送配電事業者に対し本土並みの料金で 離島の需要化に電気を供給することを義務付けた。離島供給の赤字は、総括原価方式により、宅装料金を計算する際の原価に参入する。宅装料金は、小売電気事業者が支払う料金であるが、小売電気事業者が需要化に請求する。電気料金は、宅装料金相当額を含むはずであるから、全体としては、本土の多数の需要化が、 離島供給の赤字を薄く広く負担することになる。離島供給の対象となる離島は、本土の送配電網と連携していない離島であり、以下の通りである。中部電力パワーグリッド、関西電力送配電、四国電力送配電の供給区域内に離島供給の対象となる離島はない。日本初の電統会社は、1883年2月に、 設立された東京電灯であり、同社は1887年、架空配電線により、電気の供給を始めた。当時の日本は近代化の途上にあり、鉄道、都市ガスなどの近代的なインフラストラクチャーの導入は、欧米列強に数十年遅れていた。電気はその例外で、東京電灯の設立は、トーマス・エジソンが、世界初の電灯会社を創始してからわずか2年に、 か月後の出来事であった。東京電灯の開業後、全国的なブームがあり、全国各地に電灯会社が誕生した。その中でも有力な会社が熾烈な競争を繰り広げながら合併、買収を繰り返し、大正時代に後大電力と呼ばれるようになった。しかし、冷細な電気事業者は数多く、1932年には全国に850の電気事業者があったという。 他社からの売電に頼る事業者や、発電、送電と電気の卸売を中心に営業する会社も、あり、すべての事業者が発電から小売までを自己完結的に手掛けていたわけではなかった。1938年以降、電力管理法に基づき、電力国家管理が実施され、全国の主要な発電所や送電線は、日本初、送電一社に統合された。さらに、 1941年制定の配電等制令に基づき、1942年までに400以上あった電気事業者が地域別の旧配電会社に統合された。配電会社は日本発送電から購入した電気を需要化に販売、供給した。第二次世界大戦後、日本発送電と旧配電会社は、過度経済力集中排除法の指定会社となったため、 その再編が避けられなくなった。1951年5月、電気事業再編政令と公益事業令に基づき、日本発送電と旧配電会社は解散し、これらの会社の設備は新たに発足した地域別の旧電力会社に再編された。ここに各電力会社が発電、送電、配電、販売を自己完結的に手掛ける発送配電一貫体制が、 成立した。1965年7月に施行された電気事業法では、この旧社が一般電気事業者に位置づけられた。第二次世界大戦末期からアメリカ市政下にあった沖縄本島では、琉球電力公社が発電と送電を担い、民間の配電会社が配電と小売りを担う分業体制であった。また、沖縄の離島には、本島とは別の電力会社があった。 離島の電力会社は沖縄の復帰までに琉球電力公社に統合された。1972年5月の復帰時、公社は10番目の一般電気事業者である沖縄電力に事業を引き継いだ。沖縄電力は1976年に配電会社を合併し、沖縄における発送配電一貫体制を確立した。1980年代、 イギリスではサッチャー政権がアメリカではレーガン政権が規制緩和、経済の自由化を進め、以降、規制緩和は世界的な潮流となった。1990年、イギリスは世界に先駆けて発送電分離と電力自由化を実施した。日本では1985年に通信自由化が実施され、新たな企業が電気通信事業に参入した。 これによって電気通信市場に競争が生まれ、その結果長距離電話料金は劇的に低下した。その当時は日本の物価は世界一とも言われた時代であった。宮沢内閣は1992年6月に閣議決定した生活大国号加年計画において生活者、消費者の視点から内外価格差の是正を掲げ電気料金にも言及した。 また、円高により、採算の悪化した製造業も、電気の内外化格差の是正を求めた。このような情勢の下で、電気事業分野の本格的な規制緩和は、通信自由化20年遅れ、1995に初めて実施された。規制緩和の内容は、発電事業への参入規制を緩和すること、自前の配電網を持つ特定電気事業者を許可する。 ことなどであった。その後、2000年には産業用の特別高圧電力の小売りが自由化され、自前の送配電網を持たない特定規模電気事業者が特別高圧電力の小売に参入できることになった。以降、自由化範囲は段階的に拡大された。しかしながら、規制緩和とは言うものの、電気事業制度が一般電気事業者を中心としたものであることは、 従来と変わりなかった。規制緩和以降に電気事業に参入した事業者が獲得できたシェアは5%にも満たなかった。2007年3月に第1次安倍内閣が閣議決定した第2次エネルギー基本計画では発電から総配電まで一貫した体制で確実に電力の供給を行う責任ある供給主体である一般電気事業者を中心に 電気の安定供給を図るという表現により、一般電気事業者による発送配電一貫体制を今後も堅持する方針を確認した。電気事業制度の転機となったのは、2011年3月の東日本大震災であった。東日本の多くの発電所が被災し、一時的に運転できなくなったため、電力危機が発生し、東京電力は臨番停電を実施した。 この年の12月、経済産業省の総合資源エネルギー調査会基本問題委員会は新しいエネルギー基本計画策定に向けた論点整理を公表した。同意委員会は論点整理の中で大規模集中電源に大きく依存した現行の電力システムの限界が明らかになったという認識を示し、その上でリスク分散と効率性を確保する分散型の 次世代システムを実現していく必要があり、送配電ネットワークの強化、広域化や送電部門の中立性の確保が重要な課題であるという改革の方向性を打ち出した。これを受けて、経済産業省は2012年1月、総合資源エネルギー調査会総合部会のもとに電力システム改革専門委員会を設置し、経済学者の伊藤元重を委員長に 大田博子、八田達夫、松村俊弘らを委員に選んだ。委員会は、同年7月、電力システム改革の基本方針を発表した。委員会は、政権が民主党連立政権から、自公連立政権に交代した後の翌年2月、最終的な報告書をまとめた。委員会の報告書を受けて、2013年4月、第2次、安倍内閣は、 電力システムに関する改革方針を閣議決定した。この方針に沿って電気事業法の大改正を3回に分けて行うことになり、第1弾の改正は同年秋の第185回国会で成立した。与党のほか民主党、日本維新の会、生活の党、社会民主党が賛成し、みんなの党と日本共産党は反対した。 第2弾の改正は翌年の第186回国会で成立し、第3弾の改正は翌々年の第189回国会で成立した。第2弾改正により2016年4月電力小売が全面的に自由化された。同時に法の定める電気事業者の類型が一新された。発送配電一貫経営を前提とした。 一般電気事業者という類型は廃止され、発送電分離に適合する発電事業者、一般送配電事業者、小売電気事業者という類型が定められた。従来の一般電気事業者は、発電事業者兼一般送配電事業者、兼小売電気事業者という位置づけになった。2015年、電力システム改革のための電気事業法改正の第3弾が成立したことで、 法的分離の義務付けが決定した。これは一般送配電事業の中立性を高めるために一般送配電事業者が発電事業や小売電気事業を経営することを原則禁止するものである。法的分離の義務付けは2020年4月と決まった。東京電力は2016年4月に一般送配電事業を東京電力 パワーグリッドに移管した。規模の小さい沖縄電力は法的分離を免除された。残る発社は2020年4月に一般送配電事業を子会社に移管した。法的分離の義務付けと同時に送配電事業の中立的な運営を確保するための様々な行為規制が導入された。発送配電一貫経営は災害時を除き不可能になった。 これにより、1951年5月以来の発送配電一貫体制が、68年11、かヶ月で終焉した。電気事業法、第2条第1項第9号 ABCD 電気、事業法、第2条第1項第8号経済、産業省資源エネルギー庁、エド、2017年版電気事業便乱、一般財団法人経済産業調査会、 P27 電力広域的運営推進機関。電力需給及び電力系統に関する外況、2018年度の実績。電力広域的運営推進機関。 b7https コロンスラッシュスラッシュ w w w o c c t o o r j p スラッシュ h o u k o k u s h o スラッシュ2019スラッシュファイルスラッシュ dnr yokujyukyu 電力系統解表 pdf 電気事業法第3条電気事業法第26条第1項電気事業法 第2条第1項第6項電気事業法第17条第1項電気事業法第17条第2項電気事業法施行規則別表第1電気事業連合会英国に学ぶ世界に先駆けた発送電分離の実態電気事業連合会2018年10月19日閲覧法律案等審査経過概要第185回 国会電気事業法の一部を改正する法律案衆議院2018年10月21日閲覧本会議投票結果第185回国会2013年11月13日電気事業法の一部を改正する法律案参議院2018年10月21日閲覧ありがとうございます